Life Travelers Cafe。 Life Travelers Cafe へようこそ。松田美博です。若菜です。世界各国で自分らしいライフスタイルを送っている素敵な方々にインタビューする Life Travelers Cafe。 このバージョンは僕松田美博と若菜が日々感じたことなどをお伝えしていきます。質問役はのっちです。はい、というわけで、うん、そろそろというかもう沖縄はだいぶ暑くなってきて、もう夏だよ ね暑いね毎日。とっくに夏だよ。日焼けしてるね毎日、うん、夏ですが、うん、はい、夏といえば、うん、みひろさんは何ですか。夏といえばサウナですかね。暑暑いところに暑いところに行くんですか。本当すごいと思うのは、うん、あのすっごい暑い時に、うん、湿度も結構高い時に、うん、なんか今何したいって言った時に本当に温泉に行きたいって言ったんだよね。この暑いもわっとした中で、気温と温泉関係ないから、もわっとした中で温泉に入るのが最高なんだって。気温と温泉は暑くても寒くても温泉は温泉なんだ。いや普通寒い時にあったかい温泉に行きたいと思うのが、うん、あの通常の人間だと思います。そしたらさ夏に温泉地流行らないじゃん。いやでもそうなんじゃないですか、もしかしたら。流行るよ。流行りますか。流行る。みんな温泉好きなのか。温泉は好きですけど。でもさ、海とね、温泉があった、うん、あるのに、沖縄だから、うん、海もたくさんあるのに、今日はもう暑いから海に行ってきたらって言ったら、うん、温泉に行くっていう。へー、まあ、海も行くんだけど、うん、ぐらいの。そういう暑い時にサウナの話はどこ行ったの。サウナ、まあ、要はサウナもそうじゃん。温泉イコールサウナだから。あ、そうね、そうね、うん、ていうか別に夏関係ないじゃん。関係ない。年中サウナじゃない。本当だよ。え、夏なんだっけ。質問はなんだっけ。いや夏といえばみひろさん何かな。夏といえば冷やしラーメン。冷やしラーメン。ローカルな話題が出てきましたね。山形のね、夏はね、あの冷やしラーメンなの。そうですよ。もう夏休みに、小さい頃夏休みにはもうおじいちゃんと冷やしラーメン食べに行くっていう。へえ。そういう夏休みの思い出。でも多分聞いてる人ほとんど冷やしラーメンを知らないと思います、うん、あ、じゃあ皆さんラーメンを想像してください。それが冷たいです。意味わかんないだろうねこの感じ。冷やし中華じゃないんだよ。ラーメンが冷たいんですもんね。そうだから、あの冷やし中華は想像しないで、うんうん、ラーメン、熱々のスープのラーメン、あれが冷たいです。要は冷めたラーメンってことです。冷やしたラーメン冷たいだよね。スープが氷入ってるから、ね、だけどさ油浮いてないよね。不思議じゃない。それがすごい。そこが山形なんです。そうね、ほら冷たくすると油固まって白く浮くじゃん、うん、そういうのない、うん、それがあの小さい頃のあの夏休みの思い出。のかは夏といえば。のかはね、でもね、小学校とかだよね。まあ、そうですね。まあ夏といえば。夏といえば。夏？うん、まあ、今。うんうん、夏といえば。なんだろう、もうね。部活とかじゃないのか。いや、まず最近ここす、うん、まあ8年ぐらいは。ほぼ夏のところにいるので1年中1年中夏だからずっと夏、ね、なんか夏といえばって言われてもなんかいつも夏だっていう感じだからあれだけど、昔 それこそ学校、小学校とか中学校とか、まあ、そのぐらいだった時はあのうちのおじちゃんとおばちゃんがいて家の近くに、であのお菓子屋の卸屋してたわけで、あのよく夏休みとか小学校の時とかうち両親があの共働きだったから預けられてて、おばちゃん家とかに、うん、で行ってたんだけど、その時にまあなんか暇じゃん、ずっと家にいるのも、うん、だからね手伝いしてたんだよね、うん、卸の、うん、でだからおじちゃんと一緒に配達に行って、荷物もなんか倉庫に取り行って、うん、各お菓子屋さんとかに一緒に配達して、働いてんじゃんね、すごいね今思ったら。働いてる思い出、それがなんか夏の思い出。でもさ夏休みってさ暇だったよね、小学校の時。暇じゃなかったのうち。いや別に遊んでましたよ普通に。のち何し、じゃあ夏といえば何。のちは夏といえばまだまあ夏休みですよね、うん、夏休みね。夏休みに何してんの。でも普通に外で遊び行ったりとか、
釣りに行ったりとか。あ、釣りね、うん、いや暇だったな夏休み。友達いなかった友達いや、ゲームみんなでゲームしてたりとか。いやでもみんなでゲームをそんな毎日しないな。本当暇だった思い出があるから。でもさ夏休みってそんなに友達と会わなくない？思うほど。まあまあ近所の友達と会うぐらい、ね、あ、そうね、近所の友達と会うぐらいだね。そうだよね。だから夏休みもっと面白いことあればいいのになと思ってた私結構でも夏休みはその大好きなお嬢場とかとも一緒に入れたし、結構そうすると大人の人たちなんだよね会話が全部、うんうんうん、あの配達先とか営業さんとかも、うん、結構大人の中にいる方が落ち着く子だったから、まあ、周り年、うん、あ、そうか、そうだね。だからなんかすごい夏休み楽だったよね。なんか学校行ったら学校行ったで友達ともね楽しい時間なんだけど、そのそういうなんか思い出がある。じゃあ美穂さんは夏休み楽しみじゃなかったんですね。そうだね。そんな人いるんですか。あんまり楽しいっていう感じはないかも。ミヒは暇が嫌いだからね。そう、暇なのよ。学校に行ったらさ、暇つぶしができるじゃん。まあそうですね。暇つぶし。授業受けたりとか。学校は暇つぶしだったんですね。暇つぶし、暇つぶし。暇なのよ。すごい小学生ですね。確かに普通に学校から帰ってきたら暇だったもんな。そうだから夏休みあんまりいい思いではなかった。じゃあ若梅ちゃんの方が夏休み楽しんでたってことですか、どちらかというと。そうだね、なんか自分なりに、うん、うん。世の中のみんなは夏休み楽しんでるんですかね。楽しんでんじゃない、でも楽しんでる。どうでしょう。でもやっぱなんかこういろいろ宿題とかはめんどくさかったり、うん、やることはやるね、ある人もいるかもしれないけど、でも自分のペースで過ごせる。しかもなんか夏って外側にいろんな気分とかも向いていくから、そういう意味ではなんかワクワクするし楽しいね、うん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 、そうだね、うん、大人にとって夏休みっては盆休みですよね。ああ、普通に会社に勤めてる方とか、うん、それは大変だね。だ、休みじゃない、休みじゃないよね。実家に行かなきゃいけない確かに、うん、道がすごい混んでる中、そうなのよ、何時間も運転すごいよね。親戚のおじさんがいつもね山形まであの来てた、車で、うーん、東京、あの横浜からね。そうそうそう、すごい混んでる。もう混んでしょうがないけどね。もうな、それこそ 6,7 時間かかるよね。すごいなと思ってじゃあ大人にとってはあまり夏休み楽しみじゃないんですか。まあ、確かに。でも夏休みっていう概念はないだろうね。そっか、そうですよ。お盆休みっていう概念はあるから。そうか、要はお参り、ご挨拶回り、ご挨拶するっていう、実家行ったりね、実家行くっていうお盆休みっていう概念はあるけど、うん、それは夏休みのあの感覚とは違うでしょ、うんうんうん、そうだね、うんうん、いや、なんかまあこの、ね、聞いてる皆さんが夏っていうかお盆、うん、何を楽しみにしてるのかって聞いてみたいですよ ね。聞いてみたい。何を楽しみにね、うん、でもなんかわかんないけど夏ってワクワクするよね。なんか夏は楽しい、特に夏に入る前にちょっとこう日差しが見えてきたけどまだちょっと肌寒くて、うん、っていう時とかにちょっとこう夏っぽい映像を見たりとか、あの昔のチューブの音楽、うん、夏だねとかがこうラジオから流れてきたりすると、うん、なんかやっぱおーっていうちょっと夏に向けてのワクワク感みたいなのが湧いてくるのはとっても不思議、うんうんうん、多分特にその僕も山形住んでたから分かるんですけど、うん、山形とか冬がめっちゃ寒いじゃないですか。あ、そうだね。そっからの夏、あ、確かに来る感じでやっぱこうワクワク感がこうテンション上がってくるっていうか。そうだね、うんうんうん、それはあるね。ありますよね、うん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 、みんな聞きたいってことだね。じゃあみんなの夏の何が楽しいのかってこと何をしたいのか何をしたいのか、何を楽しみにしてるのか、あ、聞いてみたい。あと、ね、楽しい過ごし方とか、うんうん、ああいいね、夏の過ごし方聞いてみたい、聞いてみたい、聞いてみよう早速。うん、うん、みひろさんはこの夏何か、この夏っていうかこの夏この夏まあ別に意識したことはないでしょうけど何かしたいと思ってることありますか。温泉温泉以外で、もうね、昨日も入ったじゃん。温泉以外でお願いします夏、はい、
夏ね、でもちょっといつもしないことしたいかな。いつもしないこと、うん、それいつもしないことは何かを考えなきゃいけないけど、うんうん、夏祭り、うん、夏祭りしたいね。みんなで夏休み、夏休みの夏祭り、夏を楽しむ、そう、何か、うん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 、かといって何をしたいっていうわけじゃないんだけどね、うんうん、このアクティビティをしたいみたいなのはちょっと思いつかないんだけど、うんうんうん、何かはしたいかなっていう気がする、うんうん、じゃ今それを考え中って感じですか。考えたいですね、これはね。そうだね、なんかみんなで参加できたりするようなもの、うんうん、そうだね、そうだね、まあその参加したい人たちがね、うんうん、なんか夏休みってさ、うん、やっぱなんか学校に行けばいつでも会える人たちと結構会えなかったりするから、うんうんうん、なんかお盆踊り、盆踊りか、うん、盆踊りとかで久しぶりになんか友達に会うとものすっごく嬉しいんだよね、うん、え、盆踊り行くの？盆踊り行った、小学校の時。え、行かなかった？僕も何回かありますね、行ったこと。へぇ、ミヒ行かない、踊れないし。踊りに行くんじゃないの？え、違うの？違う、踊ってもいいですけど、あの出店とかも出てて楽しい。そう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 、出店が楽しいの、うん、へぇ、友達に会えるし。へぇ、なんかそうなった時に、うん、まあなんかこうね、今まあコロナでね、なかなかみんな会えないですけども、うん、思うようにね、うんうんうん、でもこうなんか参加してつながり合いながら楽しく、あの楽しいことを一緒に共有するみたいな、なんかそういう夏祭りとかできたらいいよね。いいね、いいね、まあ、実際に会えなくてもね、今オンラインで結構つながれるから。そうだね、うん、オンラインで参加できるみたいな。オンライン金魚すくいとかどうやるんですか夏祭りっていうオンライン綿あめオンライン UFO キャッチャーってあるじゃないですか。知らない、知らないですか、うん、あの要は何ですか、ゲームセンターとオンラインでつながる。え、ま、本当にやんの？そう、要はこっちはスマホの画面で、UFO キャッチャーを操作して、で撮れたらそれがちゃんと郵送で送られてくる。すごい、それすごいねそんなのあるの？後でやってみようか、よかったうん、やってみよう。だからオンライン金魚スキーもまあ可能かもですね、でその金魚ちゃんはどうすんの？送られてくるじゃん、なるほどね、まあオンラインでもいろんなことができてるのかもしれないしね、これから。そうだね、うん、じゃあということで今日の質問は、じゃあ夏の楽しみ方は何ですか、夏の楽しみ方は何ですか、ぜひね教えていただければと思います。ライフトラベラーズカフェは毎週金曜日にお届けしています。次回の放送も聞き逃さないようにポッドキャストやスポティファイ、Amazon Music、YouTube の購読ボタンを押してください。また、僕たちでライフトラベラーラウンジというオンラインサロンをやってますので、検索してみてください。それでは、良い週末を。Life Travelers Cafe。